皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いますこの動画を視聴する全ての方への注意点ここでですねこの動画を一旦止めていただいて大きな画面でここに記載されている文章をお読みください で一語一句ね、すべて読んでいただいて、えー、一つでもね、納得いかないっていうものがありましたら、ここで動画を止めて、この先は見ないでください。そして、えー、他の人のね、動画を見てください。すべてにおいて納得した方のみ、えー、この動画の次をね、えー、見ることができます。それでは行きましょう。2019年3月11日月曜日、暗号資産、草コイン、中野研究会。 今日はねあの、8年前だったかな2011年3月11日東日本大震災が、ね、発生して、まあ、僕はその頃東京・千代田区のお茶の水でねあのコンサルティングやってましたけど東証、まあ、じゃなくて株式上場企業で、ねえー、コンサルタントをやってましたけどいや非常にねお茶の水 非常に大きな地震でしたね。震度5強ですからね。新宿の、新宿西口の高層ビル街はね、すごく揺れてたって言ってましたね。僕の部下のコンサルタントたちが言ってましたね。すごい揺れてね、本当に大ついに来たかと。ついに関東大震災来たかというふうに思ったんですよね。大変でした。で、みんなお茶の水の会社までにな歩いて帰ってきて。 その後、ねまあ、5時ぐらいに会社から帰宅命令を出してで私は、ね、松戸駅まで7時,間 <laughs> 7時間かけて帰りましたね、まあ、途中で夕飯食べたり、ね、休憩したりしましたけどあの、まあはい、東京はほとんど電車が止まっちゃったので、ね、地下鉄も JR も、ね、歩いて帰ってましたねで車は迎えの車も大渋滞で全く動かないし、ね、タクシーも全く動かないし タクシー拾えないし、うん。みんなルって帰ったし、自転車がね、とにかく自転車屋の自転車がね、全部売り切れになりましたね。もう自転車屋、あの、全部売り切れって。残ってるのはね、あの、サイクリングスポーツ、スポーツのね、30万とか40万するぐらいのしかなくて、ママチャリとかね、そういうのは全部売り切れでしたね。東急ハンズとかも全部売り切れだし、 イオンとかヨーカドとかも全部売り切れでね、みんな自転車、一目散に買いに行きましたよ、はい。僕は買えなかったですね。だから <coughs> 歩いて松戸まで帰りました。家着いたのは <coughs> 夜中の2時ぐらい着きましたね。夜中の2時に着いて、えー、家着いてテレビつけたら大変なことになってましたね。津波とかね。あと原発がちょっと危ないということで。 で次の日がね、えー、土曜日だったのでね、土曜日の、土曜日もずっとテレビつけてたら、まあ、原子力発電所が爆発してしまってね、まあ、放射能が <laughs> 漏れたっていうことで、福島にね、住んでた方は非常にこう、混乱したかと思います。今もね、大変な思いをしてると思います。はい、それではね、今日は、 ではね先ほど今ね時刻は2時25分でですねちょっとあのずっと忙しいんですよねもう平日先週も平日忙しいし土日もむちゃくちゃ、はい、あのこ個人面談入ってるしねあの申し込みあの草コイン新聞の申し込みがねあのすごい来てますほんですごく忙しくて、えー、処理にねすごい時間かかってますその他 <laughs> 通常の経営コンサルティングもものすごいいっぱい入ってるんでね、今年,年度末だからね、年度末のこの3月忙、忙しくない人はどういうことなのかなって思っちゃうぐらい、忙しいですね。で、ちょっと遅ればせながら、えー、本日のお題なんですが、先週のドル円仮想通貨マーケットの分析をします。まず1本目作って、あともう1本作ります。えー、今日のドル円仮想通貨マーケットの分析をこの後に作りますね。で、先週の反省会をちょっとやりますね。 で、EU の経済成長、どん、成長率鈍化で世界経済崩壊の流れ、仮想通貨に避難するかということで、ちょっと見ていきましょうか。まあ、仮想通貨ね、あんまり変わんないからい、ちょっと今日やらないかもしれないね。で、これが MT、XM、MT4 のですね、これ冷やしですね。ドル円の冷やしです。これが週足で、これが月足でしょ。もう全然、もう全然動いてないですよ。月足で見ると。 はい。これ、アベノミクスでこんなに上がったのがね、嘘のようですね。トランプさんでもこんだけ上がったよね、3ヶ月間ね。全く動いてないんですよ。はい。もう三角持ち合いですから。まあ、億万長者はもうやんないかもしれないね。全然動かねえから。で、どっちか動いたら IFO セットしておけばいいから。まあ、もう少しかかるかもね。ここら辺まで行かなくちゃいけないのかな。はい、週足ですね。 これ上行くのかな下行って、下でついて上行ったでしょ上でついて下でしょ下だから上かなやっぱり。112円、えー、90銭まで行くのかなそして下行くのかなこれも下はちょっとおかしいよね。ここ,こ,こに着かないとね。うーん、わかんないですけどね。冷やしでしょ これが年末で、これが1月3日のフラッシュクラッシュ、それからずっと上げてきたよと。で、先週の木曜、<coughs> 木曜か、えー、金曜日の未明ですね、日本時間で未明に、えー、EU のドラギ総裁がね、えー、発言をして、ヨーロッパ経済が、えー、今年の成長見込みを1.7%の見予想から1.1に引き下げたと。 それに伴って今年の金利は、えー、ユーロの金利は見送りの可能性があるといった瞬間にドルも大暴落ですね。はい、ドルも大暴落です。まあ、あとアメリカのね、あのー、貿易赤字が過去最大になったっていうのが発表されて、ここですね、ここら辺でだーって下がってきて、まあ、アメリカの貿易赤字過去最大っていうのがこうだんだん下がってきて、 それでドラギ総裁の発言でドッカーンって下がったんだよね。4時間足ですね。はい。で、この辺でレンジ作ってて、上行っても下行ってもいいように、ああいうふうな設定してたんだけど、えー、この辺でね、刺さりましたね。金曜日の朝方かな、えー、木曜日の夜中かないや、金曜日の朝方かな 基本的には、あの、金曜日の雇用統計の後に IFO が引っかかるかなと思ったんですけど、えー、その前にドラギさんの発言に引っかかっちゃいましたね。はい、それで、こう、下に引っかかったんですよね。下引っかかって上行っちゃったんですよね。だから切られるかと思ったんですけど、まあ、ギリギリセーフで下行ってくれました。一時間足どの辺だったかな。この辺かな。 この辺で引っかかって上行ったんだけどギリギリ政府でただもう一回なんか上に行ったらや,やっぱダメかなとダメかなと思ったんですけど、えー、EU のですねヨーロッパ共同体の経済成長鈍化の知らせが来てドカーンって金曜日の昼過ぎにドカーンと落ちたとはいそれで、えー、下ですねここちょうどね IFO で49.8ピプス設定していたんですよ 49.8ピプス。はい、あのー、だから、そうだね、セールストップか。順張りで49.8ピ,ピプスを設定したのがちょうど取れましたね。はい、ちょうど取れて、ちょっと、ね、ずっと出かけてたんですよね、金曜日は。えー、東京のですね、あの表参道の方、まあ、あの六本木の方でね、 あの大使館があるとこなんですけどまああともちろん赤坂御苑とかあるとこなんだけどそこでねちょっと <laughs> 例の,あっ,ちのあっち系で打ち合わせがあったんですよねでまあ僕の担当してる人がまあ久しぶりに会いましたね3年か4年ぶりぐらいに会いましたけどもう15年来の付き合いなんですがもう、ね、何歳何歳 <laughs> いくつになりましたかって聞いたら。 もう67だよって言われちゃって、ああ、そんなになったんだと思って。はい、あいや、今回会っておいてよかったなと思いました。まあ、大使館がね、いっぱいあるところですよ。うん。それで、えー、っと、ちょっと待ってね時、時系列に直すからね。そうですね、ここ、ここですね、第1回目は、 49.8ピップス取ってですね、えー、1000万通貨しか入れてないので、498万しか取れてないです。ここですね、夜月、金曜日の、先週の金曜日の朝方引っかかって、夕方決済したと。リー確定したということですね。49.8ピップス、それで、朝の7時をまたいだので、えー、スワップポイントのマイナス金利が発生して、えー、マイナス11万3100円ですね、スワップのマイナスが発生しました。 これ払いましたそして、えー、損益としては490まあだからノート取ってんのかピップスとしては50、えー、そうだな51とか52ピップスぐらい取ってたねほんでスワップポイント引いて49万8000ってことですねあ間違った498万円ですねあちょっと見えなかったか見えなかったねこれね えー、少々お待ちくださいはいすいません拡大機をねちょっと持ってきましたちょっと待って、ね、あちょっと待って消えてしまいましたねはい拡大機を持ってきましたんで三百でいいかここですねはいえー、498万ですね取ったのがね それと、えーこれ、もう一個ね、あのレンジブレークで2つ、レンジブレークの,あのダ,ウダウンブレークですね、ダウンブレークで IF を2つ設定してたんだよね、垂直にね。水平じゃなくて垂直に設定してたんです垂直 IF を、はい、水平投資法じゃなくて垂直投資法をやってたんですよね。だからあの、もう一個引っかかったんですよね。でもう一個もギリギリだったんですよ。 ギリギリの線でここら辺ですね、ここら辺ねギリギリ、ここら辺でギリギリ、あ、ここら辺でね、ギリギリ刺さっちゃったんだよね。で、一旦上行ったんですよ。一旦上行って、あ、ダメかなと思ったんだけども、まあ、こういう統計でね、ドーンって下がったんで、これ下がったところで利確しました。なので、えー、68万円最後に取りましたね。68万円。で、トータル金額は、 えー、1682万1600円ですね。最初500万,円500万円からスタートしてるので、えっ、ー、と、1182万ですね。まあ、大体1200万ぐらい儲けてます。で、トレードした日数は2月27日と2月28日と3月8日ですから3日間ですね。3日間。3日間です。もう毎日やってないんですよ。これ、FX ってね、 あの毎日やれば儲かるんじゃないかって思ってる人いるんだけどあの、毎日やったらダメですからね、儲かんないですからね、やれば、ギャンブルと一緒ですから、やればやるほど儲からないようになってるんですよ、パチンコと,とギャンブルと一緒でね、カジノのギャンブルと一緒で。だから、勝てる時だけやるんですよ。完全に勝てる時だけやれば、まあこう、こうやってね、資産増えていくわけですよね。たった3日間で、まあ、約1200万ですから、1日400万。 一日に400万ずつ儲けた感じかな。で、最後はあの、金曜日ね、あの、ちょっと出かけてたから、これ、まあ、500万取りましたけど、約500万、40万ます。498万取りましたけど、これね、出かけてたんでね、1000万通貨しかかけてなかったんだよね。で、一応、あの、資金管理的に余力としては、4000万通貨かけようかなと思ってたんで、 でこれ、500万の4倍なんで、これ2000万取れてたはずです、これでね。金曜日だけで2000万取れてたはずなんだけど、まあ、500万になりました。これも一緒だね、60、<laughs> 68万は、まあ、垂直投資法なんでね、ここで儲けた分を、えー、1回決済してるから、その分を、えー、加味してですね、えー、資金管理をして、えー、IFO 設定できますから、垂直、IFO 垂直投資法をやればですね、 まあものすごい儲かるんですよ。だから、その草コインの垂直投資法だけじゃなくて、FX の垂直投資法っていうのがあるんだよね。で、それをやればいいだけの話です。なので、まあ、僕としては1682万円っていうのは、まあ、あんまりこう、うまくできた投資ではなかったなと思って、恥ずかしい限りですね。はい、ちょっと恥ずかしいんです。なので、まあ、もう一回 <coughs> またね、ここで新しくリセットして、 <laughs> あのまた新しく講座作って新しい講座でやろうかなとも考えてますでまあ今日本日とかね今週のドル円相場状況については、まあ、次の新しい動画でね説明しますがもうレンジっていうか水平だよね動いてないからこんなところでやったらまあやられるだけだし はい。全然利益取れないからこん、こんなんだったらどっか遊びに行っちゃった方がいいですよ。渋谷とかね、新宿とか、新宿何もないか。渋谷とか六本木とか飲みに行っちゃった方がいいですよ、これ。うん。あの、クラブ行った方がいいですよ。クラブとか、はい。あとはビジネス行った方がいいね。あ東京ビッグサイトとかで展示会行った方がいいですね。うん。あとは、まあ、香港とか、シンガポールとか、アメリカとか、あの、ビジネスショー、 見た方がいいよねねここれ、ね、こんなん何も動いてないんだからうんやられるばっかりだしこれ時間の無駄ですからまたここでレンジ組むと思うんでもう少し幅新レンジ振幅をもう少し見定めてねあと23日様子見て水曜日か木曜日ぐらいから i p o の設定するといいと思いますだから月火水最低でも水残ねはちょっと動かない方がいいよね木金でまた勝負かけたほうがいいかなあとはまああの 今週もね、すごく重要な、あの、指標発表が世界中で待ってるので、日本とかアメリカね、中国とかヨーロッパ待ってるから、特にヨーロッ、EU のブレグジット、EU と、あと、イギリスのね、ブレグジットの件でね、結構いろんな発表があるのでね、<laughs> 今週はひょっとしたら一回も僕はとりあえずやらないかもしれないね。うん、わかんないけどね。うん はい。それで、先週、そうだね。あとは、仮想通貨についてはね、ちょっと動きがないので、今日はやめます。はい。それで、これですね。最後にですね、また、あの、ちょっと、FX で億万長者になるためにはどうしたらいいですかっていう問い合わせがむっちゃくちゃ多い,いんだけど、 簡単,簡単なんだけど、それを理解するにはすごく時間かかります。僕は、<laughs> 15年ぐらいかかったかな。10年ぐらいかかったかな。で、まずね、物事には原因っていうのがあるんだよね。原因がなければ、あの、はい、結果っていうのはないんですよ、絶対に。結果が先にあって、それの原因。まあ、とにかく、<laughs> 火のないところに煙が立たないわけだよね。だから、けな何かが起こって、 起こったのには必ず原因があるわけで、原因があって結果があるわけですよね。で、皆さん、FX で億万長者になるためにはどうしたらいいかっていうことで、とにかくお金が欲しいわけですよ。ね、お金が欲しいわけ。だから、えー、っと、こうお金1万円札いっぱいありますよね。お金が欲しいと。で、お金が欲しいから原因ということで FX やるってことですよね。で、皆さんは、こう、結果 結果を重要視しちゃってるわけよね。結果から入って原因をやってるわけよね。FX やってるよね。だから逆なんですよ。この普通の人とマインドフルネス状態の人っていうのは。私も含めてマインドフルネス状態の人は、原因がね、すごく重要で、結果なんかどうでもいいんですよね。結果はついてくるから。結果は必ずついてくるから。その通りに、原因の通りに結果がついてくるんで。 思考は現実化するわけですよ。行動は結果を生むわけですよね。で、結果をいくら望んでて、結果を出すために原因を作るっていうのは本末転倒であって、絶対に結果は現れません。結果を欲しいがために、原因をやっ、原因の行動をしてるっていう人は、絶対に結果は出ないんですよ。だから、順番が必要なんですよ。原因があって結果なんですよ。で、私は原因を言う。 追求ししててるわけ原因を行動してるわけで結果に結果は求めてないわけですよ。勝手に結果って出てくるわけ。金魚の糞みたいな感じでね。だから、まあ、FX の結果はお金なんだけどお金を重要視したらあのお金は手に入りません。それは原因じゃないからね。だから原因を追求すれば結果としてのお金は湯水のごとく入ってくるんですよね。こここら辺のことを 昔からね、私の YouTube 動画で昔から何度も何度も説明してるんですけど、もう分かってると思いますが、ここをきちんともう一回ね、おさらいすれば、FX で勝てるし、FX でね、資産を残していけると思います。それでは今回はこれで終わります。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。